えーっと、8月3日朝6時の相場解説になります。で、これはデイリーなんですけども、レジサポラインに引っかかってヒゲを出してますよね。この後、この週、あ、冷やしでしたら、弾かれて下に行くんではないかなというふうに私は思いますけどもね。こうですね。こういうふうに進むんではないかなと。移動平均線も下に広がってますもんね。で、これからの展開は、このレジサポラインの下の方に展開するんではないかなというふうに考えます。 で、4時間の方行ってみますけども、4時間がこれか。4時間ね。ですから、ここから移動平均線が一旦組み上げて、一旦上に向かうんですけども、ドカンと下の方に進むというふうに考えますね。どの辺でそれが起きるのかってことなんですけども、今、上髭を出した陽線が3本出てますよね。この大きな陽線が3本出てるのに、まあ、ここはいいんですよ。 ここは下髭が上の方にね、向かうことを暗示してますけども、次の移動、えー、次のローソク足も、下髭を出して上ですよね。でも3本目は下髭が出ずに、どちらかというと、上から髭でブレーキがかかってるような形になってるんですよ。というのが、多分ですけども、ここが、 かなりね、影響しているんじゃないかなと思いますよね。まあですんで、今日明日あたりから下の方に向かうのが4時間かなと思ってます。で、1時間です。1時間なんですが、1時間になってみると、これがですね、レイサブラインの上に出たんで、うーん、多分ですけども、ここかなと思いますね。ここまでは上に向かうんじゃないかな。上に向かって、 で、こここで、この辺りから大きく勢いをつけてこのレジサポをぶち破っていくんではないかなと思いますよね。まあ、にしてもこれすごかったですね。この9騰ぶりはこの赤いの、うん、これは急上昇しましたね。まあそれまでは順調に NNN で売りで取れていたんですけども倍に転換してからってもすごく早かったなと思いましたね。 で、もう一回セルの方に向かうんではないかなというふうに、まあ見てますけども、うーん、こうやって1時間でエントリーするとなると、4時間や冷やしならね、木さんが立つんですけども、1時間ちょっと今回は解読不能ですね、えー。もうちょっとすいません、様子を見させてください。は、え、い、ー、以上です。